寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。伝統的な香料はいかがですか？凝った製法で作ってますよ。交渉成立だな、マイドアリー。これはデタラメなんかじゃないよ。今あそこのエルマイト旅団は激しく争ってて、30人団の言うことは相手にされてないようさ。それに君たち知ってる、賑やかなところだな。さすがスメールで一番大きな将校だ。でもデシアの話を聞いたからか、なんか危ないやつがいる気がするぞ。それじゃ早速調査を始めようぜ。教令員が神と関係のあるものをなくしたのは分かったけど、それ以外の情報は全然ないぞ。学生のふりをして情報を聞くといいってアスファンドは言ってたけど、さっきアーカー社で調べたらオルモス校に教令員の研究施設はないらしいぜ。教令員がなくしたものなんだったら学生のふりして聞き込みする方が怪しくないか？だな。市場は賑やかで毎日たくさんのお客さんが来てるみたいだから、この辺で聞いてみようぜ。いらっしゃい、何をお探しですか？店主、聞きたいことがあるんだけど、普段からオルモス校には学生っているのか？もちろん。それに毎年この時期には卒業する学生たちがスメールシティから気晴らしに来ますよ。教令院に入学して卒業するのはそれはもう大変ですが、残って研究員の仕事をするのはもっと大変だという話は結構聞けます。ここは景色もいいですし、雰囲気も教練員より楽な感じでしょ。それにここで幸運に恵まれれば学業と研究がうまく進むなんていう人もいますしね。ほら、あそこにも教練員の学生がいるでしょ。あの人たち数日前にここに来てからずっと冴えない顔をしているんですよ。やっぱり私たちのように商売をする方がいい。アーカー社が教えてくれるものさえあれば楽に生きていけますから。何か話してるみたいだよな。こっそり聞いてみようぜ。はあ、ダメだ、役に立つ情報は何も聞けなかったよ。それに最近町にはエルマイト旅団の人がたくさんいて、なんだか怖そうだ。ここ最近オルモス校じゃいくつかのエルマイト旅団が激しく争っているらしいぜ。一人でいるときはあいつらのとこには近づかない方がいい。特にスカーレットキングやら復讐やら言ってる奴らにはレグザー町でさえ手を焼いているらしいぜ。確かアフなんとか言ったっけ。アフ丸の目だ。実は今日ある情報が手に入った。何？君たち知らないのか。オルモス校にはあの者の取引をしているエルマイト旅団も結構いるんだ。彼らは見知らぬ人を警戒してるが、学生はそれほど拒まない。何せあの人たちは学生が欲しがっているものを必要としていないからな。身分さえ説明すれば交渉の余地はある。あの旅団の人たちはよくジャファータバーンに現れるようだ。50万ほど払えば彼らから情報を買えるらしい。待て、50万だって？情報だけで50万もかかるなら物は高くて買えないだろう。はあ、おしまいだ。これを頼りには卒業できそうもない。そうとは限らないさ。俺たちの研究方向は不人気だからな。俺たち以外に誰があんな知識を買うんだ。売れるわけがないさ。確かに一理ある。今肝心なのは案内してくれる人を見つけることだよな。3人でモラを集めて聞いてみようか。わあ、なんか怪しいことを話し合ってるぞ。今のオイラの聞き間違いじゃないよな。俺たち以外に誰があんな知識を買うんだ。だどうするんだ。でも情報は50万モラもするって言ってたぞ。お前本気なのか？
わかったよ。ちょっとモラは惜しいけど。さっきあいつらが言ってたのはこの束案だな。とりあえずどっかに座って。おっと、お二方いらっしゃいませ。どうぞお座りください。やつらごときがボスに喧嘩を売りてえと思うか。俺らがスカーレットキング様の力を取り戻したら、ボスはきっとやつらを真っ先に始末するぜ。もちろんやつらを恐れる必要はない。今我々の一番の競争相手はカラカル団しか残っていないはずだからな。今回はやつらも大金を手に入れた。気を緩められないぞ。カラカル団のやつらなんざみんな金目当ての連中だろ。これで大儲けしたいだけだ。ボスと一緒になんかできねえよ。ああ、ボスは本当に信仰深い。きっとそのお力を使って俺たちの神様を迎えることができるはずだ。なんだかスカーレットキングのことばかり言ってるな。オイラたちが探してるのはこいつらに違いないぞ。あの裏切り者のマハールッカ・デバータとその民たち、絶対に許せねえ。この先スカーレットキング様がスメールに復讐するとき、俺ら以外の全員に罰が当たるからな。オイラもちょっと気になるな。後で機会があればこれについても聞いてみようぜ。ああ、何者だ、何学生。教令院の学生がスメールシティにいないでオルモス校なんかに来て何をしてる。ここのルールをよく分かってるじゃねえか。モラはあんだろうな。はあ、どういうつもりだ。わ、悪い。こいつは間違って出しただけなんだ。おい、危ない真似するなよ。モラは惜しいけど。ほら、この紙に書いてあるのが商人の居場所だ。何か欲しいものがあるなら行って選べよ。ん？そうそう、さっきお前たちが言ってたスカーレットキング様に実は興味があるんだ。お？いいだろう。その太っ腹に免じて教えてやってもいい。お前たちもわかるはずだろ。我々アフマルの目の者は皆スカーレットキング様の忠実な信者だ。当時スカーレットキング様は砂漠の中に偉大な国、つまり俺らの故郷を作った。スカーレットキング様は知恵の神の名にふさわしい神だった。だが残念ながらスカーレットキング様は信頼していた奴に裏切られ、知恵の神という名称まで奪われてしまったのさ。それって、そう、マハールッカ・デバータだ。この恥知らずがスカーレットキング様の文明を壊したんだ。俺たちの先祖もここに逃亡し、仇の下で生活せざるを得なかった。それにあいつは教令院の奴らと一緒に当時の真相を隠して寛大で慈愛に満ちてるふりをしてやがる。本当に見るに耐えないぜ。でもスカーレットキング様は本当に亡くなったわけじゃない。砂漠で神託を聞いた奴がいるんだ。スカーレットキング様は今復活されている。これで俺たちはついに自分たちの神を迎えられるに違いない。その日が来ればあの裏切り者の信者にも自分の神を忘れた砂漠の民にも全部蹴りをつけるからな。お前らもビビってんなら今すぐスカーレットキング様に帰依すればまだ間に合うかもな。お前みてえな教令員の奴らに話すことはねえ。話はここまでだ。待て、君たちはこの人に騙されている。なんだって。またてめえか、この教令員の気狂いが。そう、俺だ。前にも言ったが、もし俺と向き合って話をしてくれるつもりがないなら、君たちが不愉快になるようなことをする。それから君たち、さっき渡されたその住所は偽物だ。こいつらは人を騙して自分たちの縄張りに行かせるために、あちこちで物の情報を提供できると喧伝している。
そこに着いたら最後、彼らは君が物を買いたがっている証拠を盾に取って持ち金を全部渡せと脅すんだ。黙れアルハイゼン、いつも俺たちの商売を邪魔しやがって。何度も言ったはずだが、君たちのボスと交渉したい。うちのボスも言ったはずだが、てめえと交渉なんかしねえってな。確かに前はそう言っていたが、これからもそう思い続けるとは限らないだろう。言っておいてやるが、俺らに手を出させるな。普段俺らは教練員の奴らに乱暴な真似なんざしない。収めるのが面倒だからな。でもてめえみたいな気狂いに対してなら話は別だ。武力対談が君たちの答えならいいだろう。俺は受けて立つ。魔人たちだって戦争でテイワットの帰属を決めたのだから。だがもし対話の道が見つからないのなら、俺がこれからすることは君たちの商売を邪魔するだけで済むようなことじゃない。君たちエルマイト旅団は面目を失うことになる。君たちがそれを大切にしているのは知っている。もし俺が行動を起こせば、君たちのボスは自ら俺に会いに来ると確信できる。だがその時にはもう取り戻せないこともあるだろう。それから一つアドバイスがある。今日ここで起きたことはボスに正直に伝えておいた方がいい。後になって君がちゃんと報告しなかったからだと責められないようにな。なんだと。よく考えてみるといい。俺が今まで言っていたことの中で果たさなかったことがあるか。兄貴、この気狂いが。分かった。てめえが本気で死にてえのなら、一週間後の午後4時ファロス灯台の前の桟橋に来い。ただでは済ませねえからな。待て、彼らの50万を返せ。お客さんたち、あの人たちを怒らせちゃって、これからうちの店はどうすればいいんだ。旦那、最近店の接客係がだいぶ減っているようだが、学生たちに情報を広める仕事で忙しいようだな。それは。君はあの悪者たちと取引をしているのだから、聞かれた時には口ごもるだけでは済まないだろう。俺たちへの口止め料にしてはかなり安いはずだ。さっきのあの人、なんであんなことができるんだ。あいついろいろ知ってるみたいだ。追いかけて聞いてみようぜ。ちょっと待て、お前はアルハイゼンっていうのか。どうかしたか。いや、そもそも俺の目標はあいつらだった。君たちはチャンスを提供してくれたからな。今はお互い貸し借りなしだ。それと一つ忠告しておくが、あいつらからは離れた方がいい。彼らは君から金を稼げなかったからな。それでは。ちょっと待てよ、お前に聞きたいことがあるんだ。さっきお前はあいつらの前でその詐欺を暴いた。ってことは物の本当の情報を知ってるってことだよな。君たちは何者だ。どうしてこのことを知りたがっている。学生。あいつらが君と商売をしたのは、君のそのデタラメを信じたからではないよ。え？ああそうなんだ。こいつはとってもすごいんだぞ。お前これからあいつらと武力対談するだろ。神の目も持っていないのにか。やめておけ。確かにこいつは神の目を持ってないけど、元素力を使えるんだ。そうじゃなかったらオイラたちだって気軽にあのアフンなんとかのやつらに情報。あいつらの怖い様子だと、お前と会う日にはきっと大人数を連れてくるに決まってる。
いいだろう。わかった。君たちは、あの物を売っている商人を探しているんだろう。紙とペンはあるか？約束の時間に、桟橋で落ち合おう。君たちが来なくても構わないけどな。あの、商人の情報を教えてもらっておいてなんだけど、それ以前に、物って一体何なんだ？君たちは物の正体も知らないのに、50万も出したのか。まあ、確かにもし君が本当にすごい腕前の持ち主であれば、あいつらが本性をさらけ出した時に、武力で答えを見つけられるか。物の情報を聞いているからには、全く知らないわけはないだろう。どこまで知っているのか教えてくれ。そうすれば無駄なことを言わずに済む。物は多分、教練員と関係があって、エルマイト旅団の奴らが取引をしてるだけじゃなくて、学生たちもそれを探してる。君たちは情報を大体掴んでいるさ。実物を見たことがないから、情報をまとめられないだけだろう。これが、君たちが探しているものだ。よく見えなかったぞ。あの飾りみたいなのは何だ？これは、缶詰知識という。簡単に言えば、これは単なる器で、特定の知識をある程度の量、補足、これを自分のアーカー社端末に接続すると、誰でもその中の知識にすぐアクセスできる。そう。誰でも。複雑な規則があり、それぞれの知識にアクセスできる人を厳格に審査するアーカー社とは違い。なんだかすごそう。基本的には、これは便利で無害な知識ベースだ。だが残念ながら、スメールでこれを個人的に所持したり、取引したりするのは違法だ。これは、学者たちが世界中から手に入れた知識をアーカー社に保存するために作られた。使った後は、すぐに処分すべきなんだ。しかし、たとえ厳重に警戒していても、一部の缶詰知識は処分の運命から逃れてしまう。この世には、アーカー社にデザインされた人生に不満を持ち、これを使って運命を変えたいと思う人がいるからな。この100年、教練員から流出した缶詰知識は、いろんな内容のものが混雑している。そしてオルモス校では、真に価値のある上物は、エルマイト旅団の金儲けの道具となり果てた。だが、エルマイト旅団がゴミとみなしたものは、一般人や教練員の不運な学生たちの役に立つことがある。俺に言えるのは、こんなところだ。君の本当の狙いはそこなのか？現状の取引では、その質問に答えるのには、値しないと思うが、まだ諦めないんだな。いいだろう。人が少ない場所で話そう。さあ、さっきの話の続きをしよう。教練員のなくした缶詰知識に関する情報を知りたいなら、ある人のところに行ってほしい。ドリーという名の旅商人だ。ゴミの缶詰知識しか持っていない商人とは違い、彼女はよく本当にいいものを手に入れているんだ。利益が出る限り、彼女は何を売るのも恐れないという人もいる。彼女は教練員の人を警戒している。貨物のほとんどが教練員の感性に合わないものだからな。だが、俺は彼女のブラックリストに載っているかもしれない。彼女御用達の情報屋に会ったことはあるんだが、ごまかされたんだ。ドリーのお客になって、彼女の信頼を得てほしい。これが今後、協力を続けるための条件だ。なんでオイラたちをそいつに会わせるんだ？ことがなるまで、君たちに引き続き質問する資格はない。わかったよ。じゃあ、オイラたち、どうすればいいんだ？君たちはスメールに来たばかりの外国人だから、ロリーにとっては安全な顧客のはずだ。俺から、情報屋の住所と連絡を取るための暗号を教える。暗号以外に、彼女から特殊な要求があるかどうかは、わからない。君たちには、臨機応変に対応してもらうしかない。うわぁ、
か緊張してきたぞ。そして鍵になるのはドリーに会えてからだ。彼女は金銭に関するものへの嗅覚が鋭い上、商品を見る目も優れているから、資金はこちらで用意するから、彼女の商品の中で質の一番良いものを買い。だけど缶詰知識を見たのはさっきが初めてなんだ。どう選ぶのかなんて全然わからないのに。うん、確かに。君たちは元素資格というものを知っているか。ほう、意外だな。また君のことを見直したよ。その能力を持っているなら話は簡単だ。ここに缶詰知識が2つある。品質の違いがわかるか。うーん、オイラから見ると全く同じように見えるけど。元素資格を使ってもう一度見てみてくれ。おい、どうだ？何か見えるか？これが噂によれば一つの見分け方らしい。知識は世界中に由来し、草元素力の根源でもあるからな。ただし一部の缶詰知識は強い元素力を持つにもかかわらず、まああくまでも小手先の見分け方だが、ドリーの信頼を得るには十分なはずだ。なんだかすごそうだぞ。これを持っていけ。情報屋の住所と暗号を書いておいた。そしてこっちは缶詰知識を買うための資金だ。モラを惜しむ必要はない。ドリーの心を動かすにはこのくらいは必要だ。くれぐれも気をつけてくれ。最近一部のマハマトラもオルモス港に来た。彼らに捕まったらこれまでの努力が無駄になってしまう。マハマトラ？教令院に所属し監督管理をしている者たちで、缶詰知識の違法取引問題の処理を担当している。あいつらは勘が鋭いから目をつけられたらひどい目に遭う。もしやめておくならまだ間に合うが。わかった。交渉成立だな。もしドリーとの取引に成功したら、ウィカラ大将宿に来てくれ。アルハイゼンからもらった紙によると、ドリーの情報を持ってる奴は、旧市街にいる商人だって書いてあるぞ。紙に書いてある方法で、こいつと接触してみよう。こんにちは。どんなものをお探しで？お客さんは独特な好みだな。全然甘くないハッラの実はあるが、あまり屋台に出して売らないんだ。仲間に案内させるよ。紙に書いてあるのと同じだな。どうやら第一段階は成功したみたいだ。ラウナック、このお客さんたちは全然甘くないハッラの実を買いたいらしい。二人を倉庫まで案内してくれ。はいよ。お二方、こちらへどうぞ。お二方は独特な格好ですな。スメールローズをつけるお客さんを見るのは久々ですぜ。待てよ。スメールローズは普通の商品って意味だったよな。
違いじゃないか。オイラたちがつけてるのは東霊下の方だぞ。おっと、こりゃ失礼、間違いでしたな。ふぅ、びっくりしたぞ。抜き打ちまであるのかよ。お二人とも、倉庫はこの先ですぜ。ついてきてください。お二方、今日の在庫はお二方が思うほど多くはない。この間ハッラの実がネズミにたくさん取られてしまったからね。へへ、ありがとうございます。今後もっといいものが入ったら先にお知らせしますよ。お客さん方はすごい腕前の持ち主のようですな。どうです、今日は食べるとめまいがするようなものにするってのは。そうそう、そう答えなくちゃな。でも食べるとめまいや耳鳴りがするようなハッラの実って想像するだけで怖いぞ。ハッラの実はスメールシティの方法で梱包するかい、それともオルモス港の方法で。あった、お客さんは太っ腹だね。綺麗に梱包してあげますよ。お二方の情報は確認済みですぜ。ドリーさんはこの先に待って。しまった、マハマトラだ、早く逃げろ。何、マハマトラ、どこにいるんだ。奴らに捕まったら大変だってアルハ。オイラたちはここに慣れてないから、情報屋の後を行こうぜ。そっちに行ったぞ、見ろ、あいつはあそこだ。ほら、リシュボラントナから隠れるならこっちですな。これも暗号みたいだぞ。声は右の家の後ろからだ。こっちこっち。さあ、もう逃げる必要はありませんわ。さっきオイラたちを呼んだのはお前か。でもこの場所って本当に安全なのか、本当に逃げなくて大丈夫なのか。ドリーさん、この方々はハッラの実を買いに来たお客さんでさ、人はもう案内したんで俺は先に失礼しやす。ええ、お疲れお疲れですわ。おい、なんだって、お前がドリーなのか。てっきり恐ろしい姉ちゃんが出てくるのかと思ってたぞ。あらあら、この頭空っぽのフライムは何を言ってやがりますの。私は怖いお姉さんではありませんのね。もうあなたとは商売できなくて結構ですわ。でもあなたたちの今までの反応はとても良かったですわ。情報屋を見つけた上に警戒心も強い。あれあれ、命知らずの輩ではなくとも人目をはばかるようなこともたくさんしてきたんでしょう。オイラたちを褒めたのか。なんだかあまり嬉しくないけど。モラを持っていても2、3歩走っただけで息切れするようなやからはマハマトラにすぐ捕まるだけでなく、小さな商売をしている私たちのような善良な市民まで巻き添えにする。だからあなたたちみたいなお客様は歓迎しますわ。お二人は初めていらっしゃいましたが、それでも構いません。余計なことは伺いませんわ。たとえお客様が缶詰知識を家の柱に飾るとおっしゃっても全然気にしませんの。あなたたちがその手にキラキラとした丸いモラを持っている限り、私たちは友達ですわ。いいですわよ、お好きなようにお選びくださいまし。いや、わあ、こいつすごい量の缶詰知識を持ってるぞ。いかがです、お客様はどんなものが欲しいのかしら。私はお客様が商品を買う理由には興味がありませんが、おすすめはできましてよ。これをご覧くださいな。ヒルチャール社会学、イデオロギーと弁証法的分析、全テイワートで研究している方はわずか3人、激レアとも言えますわ。こんな変わった知識が欲しい人なんか、あるいはこの魔人戦争初期のテイワット各国の建築様式と建築工法もなかなかいいですわね。これさえあれば
古い建築物の修復名人になれますわ。どの国に行っても給料がとっても高い仕事につけましてよ。うん、これなら少し役に立ちそうだ。こっちは200万モラ、値段交渉はしませんわ。うわ、高っ。もちろんお客様ご自身で選んでいただくこともできますの。内容と値段は缶詰知識の下に小文字で書いてありますわ。よし、じゃあアルハイゼンから教わった方法で見てみようぜ。私は物を見る目が優れている上に太っ腹で本当に百歳、いや千歳一遇のお友達ですわ。お二人ともあと10万モラほどいただければ100万モラに値する缶詰知識を一個自由にお選びいただいてもいいですわよ。なんだと？おいおい聞いたか？あと10万モラ払えば100万モラ相当の好きな缶詰知識を手に入れられるってことだぞ。でも今オイラたちが買った缶詰知識はどれも50万モラ以上したんだ。もうちょっとモラを払えば100万するやつが買えるんだぜ。お得だろ。それによく考えてみろよ。オイラたちが苦労して大きなリスクを負って買ったこの缶詰知識たちはみんなアルハイゼンのものだ。缶詰知識があれば人は知識を一瞬で身につけられるんだぜ。こんなすごいものお前は気にならないのか？自分いいじゃないか。アルハイゼンからもらった経費はちょうど10万くらい残ってるんだ。このモラでお前の役に立つようなものを買おうぜ。それではお二人ともこちらの缶詰知識の中から一つお選びくださいまし。え、待てよ、自由に選べるんじゃないのか？なんでそっちのやつは選べないんだ？あらあら、お客様、こちらの缶詰知識もみんな100万モラに値するものですわ。お二人さんの実力ならきっとお気に召すものを選んでいただけますから、ごゆっくりご覧くださいまし。なんだか良くない予感がするぞ。元素資格を使ってもう一回見てみるか。どうだ？それってつまりこいつらの価値はほとんど同じってことなのか？モラを使ったからにはお前の役に立つようなものを探してみようぜ。どれどれ、スメール伝統醸造入門、香料栽培技術、古代前の7つがどこにあるかはわからないけど、これは役に立ちそうだぜ。これにしようぜ。マスター、オイラたちこれにする。受けたまわりますわ。近いうちにまた新しいものを仕入れますから、またお越しくださいまし。それに缶詰知識以外にも欲しいものがあれば、本店は最善を尽くしてお客様のニーズにお答えしますの。ドリータの取引は順調だったな。次はイカラ大将宿のアルハイゼンのところへ会いに行こうぜ。モラモラ、キラキラとしたモラの、あら、お二人とも何か必要なものがあればいつでもお越しくださいましね。もちろん、きっとこれに一番似合う。